こんにちは、柴田です。今日はボスのフットスイッチのお話をしたいと思います。改めましてこんにちは、柴田です。今日はですね、ボスのフットスイッチ、皆さん見たことはあると思うんですけれども、こちらが FS5L、 ボスの FS5L で、こっちが FS5U ですね。この2種類がもう王道というか、昔から発売されてるんですけれども、この違いからまずお話ししたいと思います。 FS5L、 5U、 この U と L っていうのはですね、ラッチタイプかアンラッチタイプかっていうところの名称から来てる品番ですね。 L がラッチタイプで、こっちがアンラッチタイプ。どう違うかというとですね、例えばですね、この黒い方 5L をこのターボオーバードライブ1と2でターボ切り替えができるんですよね。これ、こういうエフェクターにここのリモート部分、ここですね、をくっつけるとターボのオンオフをすることができるようになります。切り替えができるようになります。この 5U の方だと押してる間オンになったりっていう感じですね。なのでそこが大きく違います。切り替わるか踏んだ状態のままオンにするかっていう風な違いですね。ちなみにこっちはね、電池いらないんですけど、こっちは電池が必要です。 5L ラッチタイプの方ですね。なのでこういったエフェクターのオンオフ、ターボのオンオフの切り替えはこちらを使います。でアンラッチタイプはどんな時に使うかっていうとですね、例えばこのルーパーの時に使うとすると、このアンドゥ、ストップアンドゥ、ここに刺すんですが、これを刺してつなげて、どういった機能になるかというと、ただループしている音を止めるっていうだけの機能ではあるんですけれども、楽になるんですよ。これループしている音を止めるとき2回踏まないと音は止まってくれないんです。それがこれをつなぐと1回押すと止まってくれるというふうに、操作が非常に簡単になります。なかなかですね、ループ回してて、で自分で弾きながらストップするときに2回カチカチって押すのはですね、なかなか難しいんですよ。なのでこれがあると1回押したらストップすると、でまた押したら再生されるというふうな感じで、簡単な操作になるので使いやすくなります。あとですね、マルチエフェクターでも結構活躍します。 ME70 とこれをつなげると、これでプリアンプのオンオフができるようになります。 ME70 ってプリアンプのところにフットがついてないんですよね。なのでプリアンプのオンオフをこれで切り替えることができます。あと GT1 だったらコントロールをもう1個増やせますね。基本的には GT1 って3つのフットスイッチしかなくて、バンクの切り替えとコントロール1っていうのがついてるんですけれども、これをつなげることによってコントロール2として操作することができます。なのでコントロール1にディレイを入れておいて、コントロール2にフェイザーを入れるとかっていうところで空間系をダブルで持ってくることもできますし、ブーストするときとかにですね使えたりするんで、普通にエフェクトを1台追加できているような状態をこれで作れますという感じでですね、この2台、用途によって使い分けがあるんですけれども、でこれはですね、実はくっつけることもできるんですよね。絵的にもね、かっこいいんですよ。僕もよくやってたんですけど、こんな感じですね。こんな感じで足元に置いておくと非常にスペースも取らずに設置しやすいです。という感じなんですが、実はですね、今こんなのも出てますね。これはですね、まさにこんな感じ、2つつなげたような感じなんですけれども、これのすごいところですね、ご覧ください。ここでですね、スイッチでこの 5U と5L に切り替えができるんです。じゃあこっちを 5L、 こっちを 5U にしようとかっていうのもできますし、こっちを 5U、 どっちもラッチ、アンラッチタイプにすることもできます。で、ここ2つついてるんで、片方ずつに
1個のエフェクター、例えば片方をこのターボオーバードライブ、ターボディストーションにつなげて、もう片方をこっちにつなげるというふうな使い方もできます。で、これ真ん中のジャックですね、ここはですねステレオになってるんですけれども、ここにステレオのシールドをぶっ刺すとマルチエフェクターでですね2つの機能がまた使えるようになります。例えば GT1 でしたらコントロール1というフットペダルが本機についてるんですけれども、それプラスコントロール2、コントロール3として使えるようになるので、エフェクトを2つ足すことができるようになります。で、ボスの ME70 でしたらですね、リバーブとプリアンプのオンオフの切り替えがこれでできるようになります。1個だけ、こちらの1個だけの場合だとプリアンプしかオンオフができなかったんですけれども、この2つついてるこの FS6 だったら2つのエフェクトの切り替えができるという感じですね。で、気をつけなきゃいけないのはこれステレオのプラグじゃないとダメです。ここが2本になってるやつですね。通常のプラグだとここ黒線1個ですよね。これだとモノラルです。この2本線のものですね、これを挿すことによって1本のシールドで2つ使えるようになりますというふうな感じですね。あとこれ電池いります。で、今はですね FS7 も出てるんで、これよりももう半分ぐらいというか、もう3分の1ぐらいの細さになって、ペダルが上下についてるって感じですね。まあそれだとまた違うシールドを買わなきゃいけないっていうところがあるんですけれども、まあスペース的なことを考えると FS7 の方が今風かなというような感じをしますね。といった感じで1台持っていると非常にいろんな用途があるので使い勝手がいいというところではあるんですけれども、まあ僕的におすすめはもう FS6 か FS7 をですね、若干まあ割増しな値段にはなるんですけれども、こっちを持っておいた方が FS6 か7ですねを持っておいた方がまあいろんなものに使いやすいかなというふうな感じがしますので、おすすめです。まあ今後ですね、この実用性をですね、エフェクターやアンプを使って、まあ、実際にちょっと動画でご説明できたらなと思っておりますので、また引き続きご覧いただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。